皆さん、こんにちは。大樹です。2020年5月14日、えー、いかがお過ごしでしょうか。昨日はティモシュガルエのインナーワークという本の中から、地上最高のセミナーというね、えー、コンセプトをご紹介しました。で、ね、僕もセミナー業界で随分、えー、長いこと仕事をしていますけれども、ね 熱心な方がねやっぱりこう学びにたくさん来てくださってまあビデオ見てくださってる皆さんもそうだと思うんですけどでまあセミナールームで学べることもいっぱいあるねだけど本当にその自分にとって一番役に立つ情報を提供してくれるのはその自分が生きてる現場会社だったり家庭だったりね、えー、じゃないかとでアドラー心理学でもねライフタスクね仕事に取り組むことそしてまあ人間関係に取り組むことその家庭 課題に取り組むことっていうのが、まあ、その人生の課題であるというふうにね、えー、言ってそこに取り組もうって言ってますけどでそ,のそこに取り組んでいく中でいろんなことを学ぶし我々は成長するんだってこれ、まあ、だからアドラー心理学ともすごい、えー、通じる、ね、考え方だなと思いながらご紹介してましたで今日はもう一個、ねえー、面白いこの例え話というのがあってでそれを少し、ね、また読みながらご紹介してみたいと思います。で、えー からな、えー、ビートルが2台、えー、フォルクスワーゲンですね、で大衆車って意味で言ってるんだと思います。ビートルが2台、ともにサンフランシスコを出発してシカゴまでの長旅に出かけようとしている。乗客を送り届けるために与えられた時間は同じ、シカゴ到着も同じ時間と仮定する。一方の車の乗客は道中ガタガタ揺られ、嫌な思いをしたため、えー、着いた時にはフラフラでストレスを抱えていた。ねえー 車自体も本格的に修理しないともう走れない状態になったとところがもう一方の車はスムーズに走り乗客は最後までドライブ旅行を楽しんだ車は出発時よりも状態が良くなっていた、えー、サンフランシスコを出た時にはフォルクスワーゲンだったのがシカゴに着いた時はベンツだったまあいい車になったということですねで、えー、2台の車はもに、えー、任務を果たしたが走行中に能力と乗り心地が向上したのは後者だけだったとで、えー おかしなイメージだと思う人もいるだろうと、走行中に見違えるほど性能が向上する車はないかもしれない。しかし人間はどうだろうっていうんですね。確かにそうですよね。人間もそうだし、人間が作るチームって考えてもそうですけど、目標に向かって、もうぐちゃぐちゃになりながら、なんとかね、息も絶え怠い目標にたどり着いてね、っていうことだったり目標にたどり着いたけど具合悪くなっちゃうようなね、個人だったりチームもあるし、逆にね、楽しく目標を達成しながら、で、達成したときにはね、 なんかそれを超えて自分もとかチームも成長してるとかね、えー、まあこういうことありますよねで何がこれを分けるのだろうということで,で車だったら起こりえないけど人間はそれが起こるんだとだとしたらやっぱりもう自分自身も楽しく成長するようなそ,のそういう進み方をしていったらいいんじゃないかっていう,まあこう提案なんですよね。 でじゃあどうしたらいいのっていうことなんですけどすごいシンプルにはねああそうかと目標も大切なんだけれどもねで外側にある目標もねでも自分の内側の喜びとかそれから自分が成長する学ぶっていうことも大切にしようとでそういうねあのまあ提案なんですよねインナーワークでしてるのは。で いや,やっぱりこの成果を出していくっていう時にも、ね、自分が楽しい夢中になるとかね、えー、やりたくなるからこそパフォーマンスを発揮できる側面もあるしで自分自身がやっぱりその昨日のね最地上最高のセミナーじゃないですけどそこでやっぱり学びながら進んでいくとかで過去のやり方じゃなくて今この場から学んでこの場にふさわしいものとかねで今使えるものっていうのでこうやっていくわけなのでやっぱりこれも成果が出やすいということで全、ね、部大切にした方がむしろ成果も出るしとかね。 えー、まあこういう考え方なわけなんです。で、もう一個ね、大切なことがあるっていうふうに言ってるで、それが何かっていうとね、えー、っと、うん。えー 自分の責任を他に転嫁しては、ねえー、いけないと、で社会に家庭事情に環境に過去の事件や出来事に、自分の指,示を指導者に、自分の本性に、ね、最近では遺伝子にとかねで、その言い分は、行きたいところに行けないのは、このボロ車にはシリンダーが4個しかなく、フロントガラスが汚れ、後ろのバンパーがへこみ、オイル交換が必要だからだと訴えるようなものだと、自分の人生や仕事、あ自分の仕事や人生を走るための車には修理も必要だと、大掛かりな部品交換や定期点検も必要だ。 ねえけれども、その車、ね、え私自身を運転しているのは私なのだから、車を責めることはできないと、車が同じところばかり回っていたら、サスペンションが悪いと怒る前に、誰が運転しているのかを思い出すべきだろう後部座席に座って、ねえ、社外に見える風景のことで他人に文句を言うような仕事や人生を過ごしてはいないだろうか、一体運転を誰になぜ委ねてしまったんだろうか ね、またこうなるとアドラー心理学でいうとねこの自己決定性とか主体性とかねでアドラーもそうですよね自己決定性主体性ということとでもやっぱりそれを引き受けた時にね人間は非常にクリエイティブな存在であるというふうに言っていますだからそのことに気がついて勇気を持って自分のね責任を引き受けましょうとでやれることをやりましょうとで失敗を恐れるなとでそこから学習しようと。 協力しううとこう言ってるわけですやっぱりなんかこういうことが、ね、根底にある共通してる考え方なんじゃないかなと思います。ぜひね、うんえー、これからもその目標というものに向かって疲弊していくんではなくてで、なんかそれを進んでいく道のりの中で、さらにこの幸せになり、成長し、新しいやり方を学んで、新しい仲間ができてというふうになったらいいなというふうに思います。参考まで、それでは。